製品についてる充電器と、ケーブルもあるんですけども、充電器がですね、これ 20W のタイプなんですね。パワーポートアトム PD1 というタイプですね。こちらです。こんにちは、戸田悟です。 iPad ファンの皆さん、いつもご覧いただきありがとうございます。ということで、今回はですね、 iPad 向けの充電器とケーブルの選び方、もうこれで決まりというのを紹介したいと思いますので、ぜひご覧ください。はい、今回はですね、 iPad に最適な充電器とケーブルについて紹介したいんですけれども、今回対象になっているのは、iPad Pro とそれから Air 4、それ以外の iPad も共通の部分もありますけれども、その2つが中心で紹介していきます。で、製品についている充電器と、ケーブルもあるんですけれども、充電器がですね、これ 20W のタイプなんですね。で、実は iPad は 30W で充電できると言われています。Apple は公式に言ってないので、と言われてるという感じで思っていただければと思うんですが、で、かつ 12.9 インチのみ 45W と言われています。で、今回は 30W の製品について紹介したいんですが、じゃあどれぐらい違うのって話をしたいんですけれども、まずですね、純正の 20W と、30W は基本的に能力一緒なんで、この 30W で違いを見てみましょう。はい、ではまず最初にですね、今そうだな、 15% くらい残ってますかね、バッテリーの状態です。まず純正の 20W の充電器をつないでみましょう。はい、でこれがですね、チェッカーで電圧等と測れるんですけども、接続します。はい、充電が始まりまして、今ですね、これすいません、逆になってますけれども、 8.75V、 1.2A ぐらいですかね。今2になりました。 8.71 の2A ぐらい、ちょっともちろん数字は上下しますけれども、はい、8.76 の 1.15 とかですね、大体こんなぐらいですかね。で、8のボルトがですね、大体8で安定しました。で、アンペアが 1.4 ぐらい、 1.6 だんだん上がってきましたね、 1.7、多分ですね、これ9の2ぐらいまで行くんですよ。18から、20W ですから、それぐらい当然ですよね。はい、はい、今 2になりました。 8.5 の 2.18 とかになってきましたから、はい、大体もちろんスペック通り 20W ぐらいでいくわけです。では今度は市販のですね、 30W、 はい、こちらですね、 30W 対応の充電器に変えます。で、はい、接続します。はい、もうボルト数がですね、 14V とか出てますよね。ですから全然もう値が違うんですけども、これもちょっと安定してくると、はい、ボルトは 14.7 ぐらいで安定してますかね。アンペアが今 0.7 ぐらいになってきました。 0.8、 ちょっと安定してくるとだいぶ増えてくると思いますけれども、はい、で今ですね、 14.5V の 2A ぐらいまで来てます。ちょっと数字は上下しますけれども、つまり約30でいけるわけですよね。もちろん両方ともフルフルで30にはならなかったりなったりしますけれども、今 14.5 の 1.97 ぐらいまでなってきましたから、やはり市販の 30W の充電器の方が、はい、全然早く充電ができるということになります。はい、ということで、今回お勧めしたいのは、ついてきた 20W の充電器ではなくて、市販の 30W の充電器を使おうよというのが大きなテーマになるわけです。はい、それでは 30W の充電器でおすすめをいくつか紹介したいと思うんですが、充電器はですね、やはり安心した大手メーカーの方、メジャーなメーカーの方が安心できまして、あと PSE マークがついてないとちょっと不安ですよね。ということで、今回はまずアンカーの製品を2つ紹介します。で、こちらがですね、パワーポートアトム PD1 というタイプですね。こちらです。これは窒化ガリウム、ガンとも言われますけれども、採用していて、コンパクトで 30W 出せるタイプです。はい、で価格は3299円、動画撮ってる時ですね。で、黒と白があります。はい、で、僕は今白を持っていますけれども、これ白モデルですね。はい、手と比べていただいてもかなりちっちゃくて、ただ折りたためないんですよ、このコンセント部分が。そこがちょっと弱点かなというふうに思います。はい、で続いて紹介したのは、やはりアンカーで2999円とちょっと先ほどより値段安いですよね。で、こちらはアンカーパワーポート3ミニですね。で、こちらも 30W、
こんなタイプですね。で、こちらはですね、コンセント部分が折りたためます。まあ、どちらでも基本的に性能は一緒なんですけれども、大きさはやっぱりガンの方がちょっと小さいかな、容積的にもですね。ただこちら折りたためるので、カバンの中に入れた際の大きさ、あんまり変わらないような気がします。まあ、どちら選んでいただいてもお好みでよろしいかと思いますが、両方どちらのモデルも 30W の充電が、急速充電が可能で、iPad に非常に向いています。で、ちなみに、純正の 20W の充電器と比べても大きさもほとんど変わらない、まあ、若干大きいかなぐらいで、まあ、こちらだともうほとんど大きさ変わらないか、ちょっと小さい、容積的に同じぐらいかな。でもこっち20でこっち30ですから、全然大きさとしてはまあ勝っているかなというふうに思います。はい、続いて紹介したいのはこちらですね。これラブパワーというブランドの製品で、黒と白あるんですが、たまたま今ちょっと黒品切れしてますが、まあ、白でも大きさも性能も一緒です。色が違うだけですね。で、こちらもコンセントが折りたためるタイプの 30W のパワーデリバリーの充電器で、こちらはですね、今の価格は2742円と。まあ、発売時期等々によって値段変わってきます。どれ選んでもいいと思うんですが、これもですね、大きさかなり小さいですね。ちょっとこれより大きいかな。まあ、同じぐらいかな。容積的には、まあ、同じくらい、ほぼ大きさも似たような感じで3つ選べます。まあ、どれを選んでも皆さんのお好みでいいと思うんですが、どれを選んでもこの充電器、付属の 20W の充電器よりも急速充電ができるという形になります。はい。で、同じ30でアンカーでですね、パワーポートアトム3スリムというのがありまして、こちらはですね、平たいタイプなんですよ。で、コンセントの部分が折りたためるという形で、カバンへの収まりが非常にこれいいですよね。まあ、クレジットカードより小さいかな、のタイプで、こういった形で、まあ、挿して、ここにケーブルをつなぐという形の 30W の製品もあります。で、12.9 インチを選ぶときには、急速充電したい場合は、45W を選んでいただければと思います。で、30W は、まあ、このちょっと変わったタイプを含めて今回は4つ紹介しますので、どれを買っていただいても、これは2599円ですね。どれを買っていただいても標準の充電器よりも急速充電ができるわけです。はい。で、充電器選ぶときって実はですね、まあ大きさとか価格だけで選ぶ方多いんですが、実は実用性も結構違ってきまして、例えばですね、こいつをつけた上でこれもつかないんですよ。もちろんここにつけばつきますけれども、壁なんかでこんな形だともつかないんですね。例えばカフェの充電器はこんなつってもつかないわけですよ。なので形をうまく選んであげないと、例えばこれとこれはつくんですね。ですから、まあこの形結構理にかなっているんですが、やっぱりこれもですね、折りたたみを使ってもこういう形でもつくんですね。ただここが今度つかなくなると言った、まあ充電器の形によって使い勝手も変わってくるっていう点にもちょっと留意しといていただきたくて、はい。で、まあこのタイプがも結構汎用性が高いというか、あんまり邪魔せず使えるかなと思います。で、この差し込み口に向かって縦に長いよりも本当はこの横に長い方が使いやすいことが多いです。で、あとはこれは例えば壁のコンセントでも下側に挿せばすごく邪魔になりにくいタイプという形に、まあちょっと選んでいただければ、差し込み口の形も考えて選択していただけると、まあ外さないかなというふうに思います。はい。で、こちらはですね、標準でついてくるケーブルなんですが、 USB Type-C Type-C ケーブル、これ iPad に純正でついてくるケーブルですね。長さ1メートルなんですが、もちろんこのケーブルを使って市販の 30W の充電器と組み合わせても急速充電ができます。で、ただちょっとこのケーブル、アップルの純正のケーブルって結構弱いって言われますよね。ということで今回市販のケーブルも紹介したいんですが、結構ですね、同じ長さじゃつまんないということで、まずですね、こちら短い30センチのケーブル、こんな短いのもあるんですよ。これどんな時にいいのっていうと、これは充電しながら使わない人、充電器に差しっぱなしでフル充電、例えば朝まで充電していくような人にはですね、これで iPad つないで置いておくとケーブルの長さが短くて邪魔にならないという使い方ができます。あとカバンの中で充電したいとき、その場合はモバイルバッテリーになりますけれども、やっぱり短いケーブルが便利だなという場面もあります。で、これが一つで、これ30センチのタイプ C タイプ C ケーブルであれば、これアンカーので890円で今は買えます。はい。で、もう一つ紹介したいのはこちらなんですが、実はこれなんですよね。3メートルのケーブルなんですよ。1299円、長さの割には別にそんなに高くないなと思うんですが、これケーブル長が3メートルあるので、コンセントにつないで充電しながら、例えばベッドで iPad を使うとか、机の上で iPad を使いながらずっと充電するなんていう時には、やっぱりこの長さがあるとですね、便利だっていう場面もあると思います。で、標準でついてくるケーブル1メートルですから、せっかく買うんであれば3メートルという選択肢もあるのかなと。で、もちろんこれスマホにも使えますから、スマホと iPad ですね、入れ替えて、スマホも充電しながらケーブル長いと便利な場面ありますよね。ということで、まあ、1.8 メ
1メートルも選べますし3メートルもあるよということで、せっかくですからこういった長いケーブルもおすすめなんじゃないかなということでご紹介させていただきました。ということで iPad についてくる充電器ではなくて市販の 30W のタイプを買うと急速充電できることが分かりました。より急速充電といった方がいいかもしれませんね。ということでチャンネル登録もよろしくお願いします。